一番いいですから、うん、しっかりやってもらいましょう。今日山本さん、私、はい、はい、今日から入りまして、うん、まあ、本当にね、コロナ明けしたなという感じがしますね。もう各選手とかなり挨拶できますから、非常に楽しいですね。はい、はい、今日は宮本さん、どの辺注目されてますか？もういきなりシード打撃ですよね、勝つの橋本、清水選手あたりがもうすでに投げますから、このあたりを注目していきたいなと思いますね。まあ、どちらかというと、もう実戦ですから、ブルペンギャオスというよりも、この上から見ていきたいなと思いますね。わかりました。はい、今日はお願いします。スタジオ一人ですんで、ギャオスさん、仲良くやっていきましょう。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、もう早速投げてますよ。そうですね。はい。細川選手の飛球ですが、フライが上がっています。それにしても、ギャオスさん。勝野投手なんかもう前のプールで150キロ出たらしいんですが、この時期の150キロというのはどうなんですか？もう昔と今は全然違いますから、もうかなりの選手がもうペースアップしているんで、もう何の問題もないと思います、それをみんな踏まえて実証しているんでね、はい、はい、大丈夫だと思います。そうですか。昨シーズンは50試合の登板がありました。そして今シーズンからはこの背番号1番という岡林、まあ、いきなり今センター前って投げましたけども、今のはもう打ち取った打球ですからね、はいはい、何の問題もないです。で、外野手があの選手入ってないんで、関係者が入っているんで、はいはい、まあ、どちらかというと勝つの中心的な、だ勝つのの投球はどれだけできるかというところが注目ですね。もう打たれる打たれないんじゃなくて、どれだけストライクゾーンの中で勝負できるかというのが今日のテーマですから、はい、バントの構えをしています岡林。あら、空振り。岡林君今バントしましたね。バントの構えしましたね、今年の立浪監督采配バントありですかね。昨シーズンは送りバントは9つ決めているという岡林。まあ、ここに見るとその数っていうのはね、まあ、多い人もいれば少ないという人もいる。こう引き抜いた緩い打球になりました。で、ギャオスさんに伺いたいんですけども、まあ、今日はケースバッティングということで、ある程度投げるだけではなくて、今のような打者の反応もありますので、ピッチャーのフィールドの意識なんかどうなんですか？あとはランナーもいた状況ということで。そうですね、まあ、打たれるっていうイメージよりも、やはりボール球が多いとどうしても気になるんで、はい、もう打つ打たれるんじゃなくて、やはりストライクゾーンの中でどれだけ投げ込んでいけるかっていうところだと思いますね。むしろ野手陣はストライクゾーンに来るんで、はい、強い打球もあるかもしれないんですけども、はい、打席は村松、初球からいきます。まあ、だから勝野としてはその150球を投げたっていう手応えの中で、この休み明けで登板しているんで、かなり自分の中でスケジュールを持って登板していると思うんでね、それに対してバッターが立った時にゾーンの中に投げ込んでいけるかなというところだと思いますけどね。ここは変化球いきましたか。変化球ですね、しっかり腕は両さん触れてる感じですか？そうですね、また触れてるからこそこうやって空振りが取れるのかなっていう感じがしますね。打席は2年目村松、ここも変化球、ボールに当たりませんでした。ギャオさん、今のなんか相当いいこれ落ちなんですかね。ベース板来てますが。そうですね、またベース板の上だからこそバッターの反応もしてしまったっていうところですよね。今ちょっとボール気味だったんでね、あの辺を村松も止めていきたいですよね。そして上林がギャオさん入ってきましたよ、ね、初球打ちはセンター方向ですが、セカンドゴロ。ちょっと待ってください、これ熊谷君、はい、バッターのね、スイングを見てると、なんかこう内野ゴロというか、エンドランというか、まあ、さっきも岡林もそうでしたけども、ちょっと叩きつけているようなバッティングの形になっているような感じしますよね。どちらかというと自分のバッティングしたいじゃないですか、実践なんで。そうですよね、
そうじゃなくてちょっとこう叩きつけてるような、ひょっとしたらこのバッター陣でもこのフリーバッティングというよりも、うん、フリーで打つよりも何かテーマをちょっとしたら、うん、ごめんなさい、決めてるかもしれないですね。今の上林だったり岡林だったりという打撃を見るとね、うん、そして日渡りが入っています。今日はジャパンに合流しています。育成ドラフト1位で指名されましたの、今もそうですもんね。これはちょっとごめんなさい、多分テーマあると思いますね。今のスクイズっていうね、うん、形を取ってきたんで、今だから大西三塁コーチがサインを出してっていう、はい、うん、だから勝つのはもうそれ全然知らない状態なんで、あ、それで今投げてるんですね。まさに実戦という感じがしますが、あ、そしてランナーがいる状況で挟んでいます。1、2塁間、今のちょっとラウンダウンプレー少し失敗しましたね、うん、どの辺がしても失敗で言うと今のランダウンプレーは今一塁がタッチできたにもかかわらず、審判もついてるんですよ、はい、で審判はセーブというジャッジをしたんで、うん、まあ、タッチしたにもかかわらずセーブって言われているんで、なるほど、まあ、結果的にアウトになりましたけど、うん、初球は外野になって不成功に終わりましたが、ただギャオさん、育成ドラフト1位の日渡りライトに持ってきましたよ。そうですね、まあ、今インコースのスライダー高めから入ったんで、うん、バッターとしても非常にこう打ちやすい、反応しやすいボールだったかなっていう感じですね、まあ、だからこういう高がヒット1本、まあ、本当に若手にとったら最高のチャンスですしね、で今ここスタンドで見ていても、うん、ファンの人がね結構な拍手をくれるんで、はい、うん、まあ、本人としても嬉しいでしょうね。そうですね、うん、そして今度は橋本が上がっています。ちなみに今日は後藤、今ヒットの日渡り、クリスチャン・ロドリゲス、カルロス・モニエル、この4選手がチャタンに合流しています。バット持ってますね。220番がカルロス・モニエル。熊谷君、うん、そう考えると、勝野の投球は、はい、まあまあいい状態だったと思いますね。そうですか。だからテーマとしたら、そのバッターとピッチャーのテーマが多分明らかに違うんで、うん、だからピッチャーとしてはあ何が来るなって思ってても、優先順位はストライクを取る方が優先なんで、だから勝野がヒットを打たれば別に関係ないです。うん、うん、その中で慌てずに対応、まあ、その中でもね、1、3塁という形で1塁がスタートを切りました、ラウンダウンプレー始まりました、アウトできました、うん、っていうのは、もう、何の対応でもできるような準備ができていたっていうのは、勝野君は僕は合格点だと思いますね。で、行さん、今、野手陣も紹介してますが、橋本投手も同じような感じで。その状況で今日も投げるという感じでしょうかね、引き続き。そうですね、うん、でいきなり、ランナー三塁という形なんで、はい、まあ、もちろんランナー三塁の時は三塁ランナーの投球をしないといけないんですけども、うん、さほど気にすることないかなという、うんうん、ゾーンの中でっていうストライクが取れて、まあ最低限こう低めに行ってくれっていうところでしょうね、うん、そしてカルロス・モニエルが打席に入っています。あ、情報としてはワンナウト3塁、ね、ワンナウト3塁ですね、はい、ノーアウト3塁じゃなくてワンナウト3塁、うん、もういきなり制限がかかるとね、ピッチャーも投げづらい部分、今のこの状態だとあると思うんですけども、はい、だけどそういう条件で入っているんで、うん、今のだから高めでストライクは取っているんですけども、はい、危ないボールですよねっていうことになってきますよね、うん、橋本は今年が5連目、打席のカルロス・モニエルはキューバ出身、外野も一塁もできるというプレイヤーです。190センチあります。体重が106キロ。見ました、変化球。
スはこういうところでどんなボールでストライクを取れるかっていうのがテーマになってくると思いますね。勝つのもう5人ないし6人ぐらいですからね、そんなに球数というところでは投げないんで、この後多分しっかりブルペン入ると思いますね。ここでどんなボールいくか。橋本、速いボール三遊間を破っていきます。今日合流しています、カルロス・モニエル。橋本から三遊間を破るヒットを放っています。で、ギャオスさんからこのカウントでどのボールいくかなっていう話がある中で、今のボールなんかどうですか。うん、まあストライクをね取っているゾーン投げているんで、あくまでも参考ですよ、ここはもう本当に打たれたとかっていう関係ないです、ピッチャーに関しては。明らかにピッチャー不利ですから、そして今度は福永が打席に入っています。2年目、バッターとすればこう転がすっていう意識があると思うんで、ランナーが一塁バントの構えをしています。作戦っていうところでチーム方針としてなんかこう、このまあ、もちろんまだキャンプ中ですから、いろんなことを試すのが、ね、テーマだと思いますけども、この段階でこういったケースバッティングをしているわけですから、はい、ひょっとしたら今年は作戦っていうところで多いかもしれないですね。まさにこれやっててシーズンに入ったら全然作戦なかったのか、それおかしな話じゃないですか。今年はやるよっていうことかもしれないですね。昨シーズンはルーキーや福永は送りバントは7つ決めています。ここはヒッチング、空振りでセカンド送球、加藤の送球がそれています。先ほどもこういうシーンがあったんですが、スタートを切っていきました。モニエル、エンドランですね。ですね、エンドランなのかな、本当に実力で空振りしたのかな。ですね、それも本当状況によって違ってきますもんね。そうですね、エンドランであればバッター今は当ててほしいよねっていうところになりますし、だけどまあ盗塁が成功しているんで、セカンドにランナーが行きました。変化球右方向、ファーストゴロをうまくさばいてベースカバー橋本。今はギャオスさん、ランナーセカンドに行って福永もある程度右方向のイメージがあったんでしょうか。ここはプラス、やはり叩きつけるっていうことでしょうね。そうですか、これ多分フライ上げたら、めちゃめちゃ文句言われるでしょ。そうですか。あとギャオスさん、石垣も今反応良かったんじゃないですか、ファーストに入ってますが。そうですね、今日はね、石垣、辻本、福永と、特集というかね、もう朝から、どのようにコーチ、そして渡辺コーチのノックを受けてたというね、シーンも見られましたね。そのぐらい今もうね、特集しているわけですから、エラーなんかできないですよ。そうですね、はい、打席は辻本、ルーキープレイヤーです。この構え、ドラフト3位ルーキーです、辻本凛太郎。橋本ももう少しこうストライクを取れるように、作戦もとにかくやられていいと思うんですよ、はい、こう今見てるとボールボールから入っちゃっているんで、見栄えとしては良くないですよね、もう多分ゾーンを入れていいぞっていうところあると思うんで、この構えでピッチャースクイズです。タッチアウト、今がまさにギャオスさんスクイーズだったと思いますが、ピッチャー前、これね、なんて表現したいのかな、辻本、もうちょっとコース狙いよっていうね、もうやはり、あ、野球好きだなっていう選手の瞬間が見られたと思うんですよね、今素直にね、まあルーキーだからギャオスとか言われるかもしれないですけど、そういうところね、些細なところに出てくるんで、ちょいちょい今のちょっと気を利かして三塁方向したら100点ですよ。そうですか、はい、今ピッチャー正面だったんで、でしたね、橋本も、はい、フィールディングがしやすかったんでね、そして木下拓也もバントの構えをしています。今の木下もね、三塁方向にやんなきゃいけないって言ってやり
やりながら弾いててファウルになっているんで、これミスですよ、うん、もう明らかにね、野手ってどうしてもいいバント、打球を殺したいっていうね、ちょっと強い願望があると思うんですよ、うん、もう僕この1、2塁って大得意だった、もう芯に当てればいいわけですから、3塁に取らすっていうことが大事なんで、今度は多分すごい強振して3塁ゴロ打つと、あのバントしてくると思いますよ。あーほら、ここはどうでしょうか、また引いてる、これ引いてる、これもファウルボールです。もう引いたらね、ああなっちゃうんですよ、うん、もうかなりこれプレッシャー、これ注意されますよ、木下は。今年学年目、これこの後はどうしますかね、まあ、レギュラーシーズン中ですと、まあ、選手によってはスリーバントの可能性もありますが、いやこれ野手陣がテーマを持ってやってると思うんで、うん、スリーバントしますよ。ああ、ヒッティングもあるんじゃないかな、ほらヒッティングに来ました、右方向ファーストゴロ、フォア前に弾いてベースカバー入っていました橋本、ここはヒッティング、最後は木下、これも間違いなく今年はサインを出してベンチから動かしたいなっていう現れかもしれないですよ、本当に。だから今の木下もゴロを打つという気持ち、はい、うん、本当に強振していないんで、はい、その辺は徹底されているというこの練習です。そして打席には宇佐美が入っています。キャッチャーとはファーストでも昨シーズンはスタメンもありました。あ、ナイス、難しいですよ、挟んで、ここは強殺プレーです。ランナーが三塁にもいますが、三塁を見てホームの送球は今度は三本か、三塁ランナーはアウトです。今のプレーに関しては宮本さんどうですか。これ100点です。100点、100点です。橋本もしっかり、プレートを外して、うん、ランナーの位置を確認して、それがあの送球をしているんで、はい、これ確認しているんで、はい、これでラウンダウンプレーも速やかに決まったんで、うん、はい、これはもう2プレーですね、そうですか。これ今ちょっとホームは間に合ってないんですけども、橋本がその後入ってくるんですけど、はい、動きとしたらもう100点です。あの守備側としては100点ですね、うん。ランナーセカンド、ご覧のような立浪監督の表情です。これはもうサインというよりも、うん、アイコンタクトの中で、おお、これはライトのヒットです。あの三塁コーチのこうそそのかしてると言いますか、はい、やれとか、もう突発的なところで、お、例えばもういきなりダイレクトに来るのがその橋本の反応だったり、うん、野球感があるかないかっていうところも試されてるところだと思うんですよね、そういった中であの橋本はクリアできたので、うん、ただ投球とすれば やはりもう少しこうストライクゾーン、今のストライクゾーン投げて高めに抜けてしまいましたよね、一切もう行ってやろうっていう気持ち で、うん、でゴロを打つ中での強振だったんでいいヒットになったっていうところですね、そして今度は清水が上がっています。今日は5投手が投げる予定になっているこのケースバッティング、昨シーズンは50試合の登板がありました。この清水達也は今シーズンが7年目のシーズンになります。岩尾さん、今日からハイドン、はい、どうぞ。これでようやく野手がバッティングを終えたんで、ええ、レフトに細川、センターに岡林、はい、でライトが上林だ。あ、ごめんなさい、入れ替わりました。そうですか。で、外野手もあの、うん、守備についてますね、うん、で受けるキャッチャーは今日は読谷に伊豆に、こちら茶谷にやってきた育成ドラフト1位で、先ほどはヒットも打ちました日渡がマスクをかぶります、まあ、ですからギャオさん、先ほどバッティングで日渡りもヒットを打ちましたが、今度は、まあ、ずっと読谷にいましたので受けていないピッチャーのボールをギャオさん受けるということですよね。そうですね、まあ、あんまりバッティングの方は重視してないかなっていう感じはしますね、で、まあ、ピッチャーも、まあ、バッターを立たせて、うん、
ったゾーンに投げられるかっていうぐらいだと思いますね、そしてこちらも後藤俊太も今日は茶谷に合流しています。今サインの確認でしょうかね、石垣と話をしていましたが、後藤俊太この構えでバットを引いています。弾頭三塁ランナーが突っ込んできました。今はしっかり岩さん後藤俊太決めたんじゃないですか。その通りですよね。やはり、今のサインはセーフティースクイズですかね、はい、でしっかり方向も決めてましたし、ちょっと当たりが強いかなっていうところなんですけども、その当たりは三塁ランナーがうまくかばってきていたんで、状況を見ながらのやはりまあベテランといいますか、ね、俊太も結構長く野球やってますから、すごくこう気を使ったセーフティーバントだったかなっていう感じがしますね、やっぱり周りの動きも見れないといけないんで、そういったところはやはりちょっとルーキーと違ったバントだったんですね、後藤俊太は今年が14年目。そして石垣が打席に入っています。まあ、僕の中で提案とすればピッチャー陣がこういったケースバッティング、やはりゾーンといってもやはり作戦がもう明らかにしているんで、その低めにボールをどれだけ集められるかなっていうところは僕は見たいですね、ピッチングコーチだったら、だから橋本君なんかどちらかというとやはり高めインサイドの高めが非常にこうボールが抜けていたんで、あの辺を修正していってほしいなとは思いますね、まだ投げ始めという清水、先ほどバントは空振り、ここも変化球でしたが三塁方向はやや切れたか。今日ここまでギャオさん、野手のバントという、その精度に関してはいかがですか。今僕も言おうと思いました、精度としてはちょっと失敗が多いですよね、ちょっとその辺あたりは一発勝負の中では気になると思うんですよね、ちょっとミスの割合が多いかなっていうね、だ選手によってはね、俊太がいいバントを決めましたし、で今追い込まれていたので、もうスリーバントというよりも、あわやくば内野ゴロ打つバッティングっていうケースバッティングですよね、ただギャオさん、バントの失敗の方はある程度各選手がこうランナー進めるような感じには見えるんですけどね、しっかりと今のやはりどうなんですかね、逆方向の意識の中で空振りですからね、石垣、まあだから選手もね、こういった、なんかちょっと珍しいと言いますか、僕はこう上から見ていても珍しい、あそこ重視にしてやるんだっていうことを考えると、やはり選手もちょっと戸惑いながら、だからその中でやはり今日はもうミスしてしまったことは仕方ないんで、その後やはり反省点として、まあこのキャンプに練習していくっていうのはまた一つのテーマになってきますからね、ここでいい悪いとかじゃなくて、だからヒット打ったからじゃあ一歩いいよって、本当にここは今日は申し訳ないですけどあんまり関係ないです、今は三塁一塁で細川、まあ、そんな中でね、そういった制限の中でいいバッティング、いい形、いい投球ってなれば、プラスになってくると思うんですね、そういったこの選手はこういった潜在能力があるんだとかっていう、外側の今外いっぱいストライクを取りましたっていう、で細川打たなきゃいけないんで見逃しましたってなると、清水の投球良かったよねっていうようになってくると思うんで、やっぱりこう部分部分見ていく方がいいかもしれないですね、ヒット打ちましたって言われても
あんまりアピールになってないと思います。だけど打った方がいいですよね。はい。まあ、去年の活躍もあって、ギャンさん、この細川選手に関して言うと、もちろん開幕スタメンからシーズン入ってもこういうケースはまた本当に数多くですね、打点欲しいですね、今シーズンも。うん、もちろんです。僕の中でめちゃめちゃ不安はあります、細川。そうですか。連続で同じことができるか。やっぱりとね、じゃあ去年活躍できたからっていうところで、うん、例えばですよ、そのところちょっと足元滑ってしまいました。ギャンさんどうぞ。村上がね、うん、はい、その令和の三冠王とかって言われても昨年全然だったじゃないですか。そうですね。そういうこともあるんで、村上様だよ。はい。去年は30本打ったけどっていうとこじゃないですか。例えばですよ。そういうこともあるんで、もう本当にこの細川も、じゃあ去年打ったから今年はじゃなくて、やはり1打席1打席、大事にしていく方が僕はいいと思いますね。まあ、そう言って多分みんな声をかけてると思いますよ。うぬぼれんなっていうね、ぐらいで、もう1打席1打席大事にしてほしいです。打席は加藤拓磨。うん、これもファールボールです。今はギャオスさん、セーフティースクイズのような感じだったんですかね。そうですね。ああ、でセーフティースクイズの中でボールに合わせていったでしょ。うん、うん、そう考えると後藤俊太の方がうまくね、転がしたってことになりますから。ですよね。うん、これシリーズも大変ですよ。これ投げる瞬間にバッターがバントだったり、はい、エンドランだったりこう仕掛けてくるんで、ちょっと投げづらい部分もあると思うんですよ、ね。反応しちゃうんでピッチャー、このバントの構えをして三塁ランナーが突っ込んできましたからね。その後のフィールディング、今ギャオさん三塁ランナースタート切ってましたか。いや、まあいいスタートを切れたのかもしれないです ね、 そ, うですね。その後のプレーですよ、うん、めちゃめちゃ雑じゃないですか。はい、この後ですね。ここダラダラになってしまいましたよね。ここで清水がおりました。まあ、いろんな制限された状況の中で野手のピッチャーもやってますが、まずは亮さん、清水投手はこの状況の中で投球に限っているとどう見えましたか。なかなかそういう状況でもなかったんですが。ああ、そういう状況でもなかったですね。そうですか。何かちょっとピッチャーからするとひょっとしたら、はい、イメージが違ったかもしれないですね。ああ、そうですか。もうちょっとこうバッターが打ってくるっていうところじゃなくて、とにかく作戦を仕掛けてきたんで、この手前でちょっと動かされると、なんかピッチャーとして仕掛けたくなるじゃないですか。はいはい、例えばスクイズだったら、まあ、本来の投球したいんだけど、スクイズかよと思ったらちょっと真ん中高めに投げたりとか、はい、自分の感覚では投げられないんで、ちょっと投げづらい部分もあったのかなっていう感じしますね。そして今度はギャオスさん、拍手とともに根尾投手が上がりました。はい、だからね、今日あのベレベレベレっていうテーマもないのにもかかわらず、この球場の雰囲気が一瞬に変わるんですよ。もうあのバンテリンでのね、あの空気感を大事にしてほしいと考えると、はい、なんか次の一番にこだわってほしいなってね。今のところ情報だとやはり先発にちょっとこだわっているところあるらしいんで、今ゲオさんから中継ぎそこですか。僕はね、あ、そうです。僕がこうじゃったらもうだってこの雰囲気変えないのすごいことですよ。もうだって球場が今一瞬で拍手がうずですよ。ですよね。もうバンテナのデレデレデレってもう最高ですから。もう説得させたい。もうなんかワクワクしちゃいますもん。うん、これでいきなり155キロ落ちちゃうんですよ。バーンって。
打席はクリスタン・ロドリゲス。まあ外野手も今モニエル選手がレフトに入ってるだけで、あと関係者なんでね、はいはい、まあ、変な言い方してごめんなさい、あの力が入ってないんで安いも、だピッチャーもそんなにっていうことになっちゃうんで、まあ低めにどれだけボールが集められるかっていうね、だからその入りの中では目を投球うまい初球低めに入りましたよね、はいはい、右方向に持っていきました。結果はヒット。いずれも外側に行ってましたが、それを捉えてみせました。クリスタン・ロドリゲス、これはいいバッティングされましたね。いい投球なんですけども、バッティングがいい逆方向強い打球を打たれたんで、はい、ちょっとピッチャーごめんなさい、なんか、はい、こんな言っていいのかわかんないですけど、なんか本当にやりづらいかもしれないですね。なんかピッチャーのいいところ出せないじゃないですか。そうですね、ランナーいて、いや、やっぱりだって、はい、外野手もね、本当しっかり守ってくれてないんで、うん、まあそのいい悪いじゃなくて、もちろん打ったのは今良かったですけども、はい、なんかちょっとテンション上がってこないですよね。もちろんピッチャーよりもこのケースバッティングはゲマさん、やっぱりバッター陣、野手陣のこの作戦面のウェイトが大きい感じでしょうかね。ですね、うん、とにかく作戦を仕掛けてやろうっていう、練習なんで、はい、ピッチャーとしてはちょっとやりづらいかなって思いますね、僕の中では、はい、もう少し真剣勝負したいなっていう。叩きつけて1、2塁間です。岡林、ここは作戦という感じではなくてヒッティング、はい、ゴロを打つという作戦ですよね、はい、攻撃側、うん、よくもうちょっとね、こう今ヒット2本打ったりしたんで、はい、テンション上がってこないでしょ、はい、金やろっていう気持ちちょっとあるかもしれないですね、まあ、だったらもう少しこう大胆にこう真ん中低めあたり狙ってないとしなって思いますね、うん、そうなるとそうするとね、まあ打ってきたら463643っていうね、またゲッツーもなると思うんで、むしろこれ今ワンアウトランナー1塁なんで、はい、打席山本バントの構えをしています。ああ、でヒットの1、2塁間、ああ、でもうまく止められませんでした。今ならだってむしろあれですよ、今ね、うん、シフトを引いてセカンドがカバーして村松のところに飛んできたじゃないですか、はい、で特集してるじゃないですか、やっぱりワンプレーアウトを取ってほしいなっていう思いですね、何のために特集してるんだってなっちゃうんで、やっぱりそういったでもう一回やり直したらプロってできちゃうんですけど、やはりその最初のファーストプレーで、エラーはしてほしくないなっていう、うん、その中でもアウト一つ取ってほしいなと思います。今度は上林、ちセンターの右です。それを捉えました。上林、で今度はノーアウト2、3塁という状況に変わっています。根尾投手上がってますが、もう一人松山投手もこのケースバッティングに今日は投げる予定になっています。打席は日渡り、育成ドラフト1位で指名を受けています。まあ、
ちょっとね、ネオ君は面白くないかなっていうところもありますけども、まあ打たれる内容としてはボールが高いんでね、まあ、その中でちょっと低めに集めてほしいなっていう。フライになりました。今のスタッフの方がボールを押さえています。これも若干高めにいった感じですかね。うん、そうですね、まあ何の問題もないです。打たれたらどうのこうのって、まあね、このスタンドで見てると、あのファンの皆さんの食べ息がどうしても気になってしまうんですけど、打たれるとですね、あーっていうね、もう本当に全然関係ないですから、安心してください。何度もギャオスさんおっしゃってますが、本当にピッチャーからすると厳しい状況で投げてますもんね、いろんな意味で。うん、そうですね、ただ、まあ、練習方法としたら正直これ、豪華ですよ。ですね、だって本格のね、ピッチャーがこうやって練習に加わってるわけですから、はい、バッター陣としてはすごいことですよ。で、今は根尾投手のブルペンに向かっていきました。その前には今中臨時コーチと話をして今ブルペンに向かったようです。で、今日ケースバッティング最後に投げます松山です。で、また加藤がマスクをかぶっています。今年の松山投手は本当に期待ですね。昨シーズンは本当にいい場面で特に終盤戦が投げましたんで。そうですね、まあ、少し馬力の投手なんでね、エリア投法するピッチャーなんでね、まあ、1年間どれだけ耐えられるかでしょうね、まあ、だから1年去年やったっていうね、手応えも感じてると思うんでね、ある程度のペース配分は自分の中でできると思いますね。俺はと思って入りですよね。入りがうまく決まります。ビタビタいきますから。ナイスボール。あれ、ここはランナーなしの状況ですね。そうですね。これもガチ対決です。なかなか今日のケースバッティングではなかなかありませんでした。なかなかないですよ。はい。とっておきですよ。これはもうガチの木下対松山の対決です。ですね。おりゃ。まあちょっと頑張りすぎですね。力入ってますね。はい。ただかなり気合の入った髪型をしてますし。広下のバッティング。おい。サードゴロ。まあ少ないですね。特殊の効果が成果が出てよかったです。打球は強いように見えましたが、高めのボールを打っていきました。来ました。さあ、これで少しケースバッティングになりますね。ワンアウト1、3塁という形になります。一気に状況が違うんで ね、 そうですね、松山としても複雑ですね。そして辻元ですが、ここもバントに行きましたがファウルボール。辻元凛太郎。まあちょっと気の利いたまたバントですよね。三塁一塁。一塁ランナーがセカンドに行っています。今のバントは宮本さんどうですか。正面でしょう。正面ですか。こういうところですよね、セーフティーバン、セーフティースクイーズなので、ちょっと変わった動きができるといいのかなっていうね、例えばピッチャーとサードの間のね、ショートの前のプッシュバントとか、
こう考えてるなとかっていうなると思うんで、うん、今与えられたものを与えられたようにやってるだけなので、それじゃちょっとプロとしてね、うん、なかなか花開かないと思うんで、少しもう少しなんていうのかな、自分の中で、うん、こういうもん僕持ってますよ的なのが あればいいかなと思いますね、今度は打席はカルロス・モニエル。今声が聞こえてきました。松山、ここはゲームズさん、そんなに作戦という感じではないでしょうかね。そうですね、うん、まあ、それでもなんか作戦仕掛けてると思うんですけども、ああここは落ちた。それはいいとこ落としましたよ、うん、この落ち、オフには今落ちるボールでしたが、オリックスの平野投手と自主トレを行ってフォークボールを教わったということのようですが、松山、今度は宇佐美が入っています。ゴロになってセンターに抜けます。どうでした、このセンターの返球という部分では。2人帰ってきましたね。2人帰ってきて、うん、今上林だと思うんですけどね、センター、後藤か。もう少し投げるようです。上林、はい、上林もう少しこうなんか返球に力があってよかったなっていうね、ちょっと自分でもがっかりみたいなとこありましたからね、はい。もともと肩が非常に強い選手です。上林、本当の構えから福永、今はもう完全にエンドランというような感じに見えましたね。まあ、僕の中でやはりその松山の今の投球はたまたま高めに行ったんですけども、まあ、シーズン入っても今間違いなくエンドランしたからファールになりましたけど、はい、投球の入りとしてはこう低めに、今みたいな、変化球でもこう低めに詰められるように入っていくと、シーズンがすごく楽なのかなっていう感じがしますね、今年が2年目のシーズンになります、この松山ですから。ギャオスさん、この松山投手なんかは去年はこの時期は育成でしたから、全然立ち位置が違いますもんね。違いますね、やはり登板数っていうのはかなりのね、はい、アドバンテージを持ってますから、うん、まあ、先ほど挨拶した時もね、しっかり横を刈り上げして、はい、気合が入っているんで、はい、あ、これ見てください、はい、この刈り上げもう上はね、パンチパンパンス。本当ですか。プロ野球選手の鏡ですよ、加藤博和さんですよね。そんな時代ありましたから、であとはゲンスさん、こうやって松山投手映像を撮られると、やっぱり下半身も相当大きくなってませんか。体が締まったというか。そういうところ分かります。まあ、それはあの昨年抑えたオーラというやつでしょうかね。今の入り、ね、ストライクで空振りを取れたっていうのは良かったですよね。これは今のね、周りもね、すごく
福永に対して、あ、ボール見えてんなみたいなこと言ってますけど、やはりそのぐらいいいところに落として、それを見逃したわけですから、共に良かったと思いますね。投げるボールも良かったし、出した福永の見送りも良かったという、今の1球。さあ、もう1球、またはまっすぐをどう弾き返すかですね。ここも続きました。これいいボールじゃない？うん。ノースイング。あ、これはグッドアイですね。2球続けてきょうさん、こういう反応になりましたんだね、福永は。そう。これはね、ちょっとベースに逸れたので、うん、福永としても、まあ、見逃しやすい。だから、より以上に振ってくれなかったんですね。あれ、ベースの上行ったら振ってくれたと思うんですよね。今度はどうでしょう、落ちるボールを続けて。ちょっと高いか。終わりました、ね、終了ですか。この1球だったんですが、やや高かったか。はい、少し高かったね。うん、